あげるよ。この状況でサーベル渡すの。めちゃくちゃ白い渡す。ねえ、竹尾さんめちゃくちゃ白いよ。船長って傀儡引いたら何すればいいの？もう最初に曲げてブーストしてもう離脱しましょう。船曲げ爆破で。それが。でなんか船曲げた後にあの氷海降りちゃうとそのままみんなにあの追いかけられてなんか斧とか投げられてすぐ死んじゃうから、うん、船の中とかあの船の後ろのなんか出っ張りあるじゃんあの運転してるところ、うんうんうん、あそこでぐるぐる回ったりするとねたまるかな。もうなるほどな。基本はなんか下入って鍵閉めるのがめっちゃ強い。そうすればクルーあの鍵壊すのに時間かかるからそれでね時間かかるかな。おカットナイス2ペアスーパーペア。船長傀儡って引いたことねえからどうやるんだろうと思って。あでも今引いたじゃん。あ。あらじゃあ今回。とりあえずちょっとみんな石炭入れてもらっていいですか。逆に入れさせる。そうね。ガンガン入れて。見たいな。ガンガン入れちゃって。この話をした上でどういう。皆さんドキドキする。ドキドキしてきた。上から入れたよおい、はい、入れたよ4つ5つ入ってるよ5つ入ってるよ5つ入ってるよ。あお邪魔のどうなんだっけ。ほっドッキリドッキリどんどんペプチン出た今どうしよう。はーいどうしよう。おかしいな操縦しようとしたらパン君がハンドル握ってるまで俺見えてたけど全然いないな。じゃあパン君がぶつけていいお前なんかーいみたいな。パン君ここに。よし、みんなを助ける意志になるわ。かっこいい。ゼルク君にはハーブ食わせる。自家さもで。自家自家。自家料理せずに。その中で準備してくれ。あっちゃん曲がってない？え？そうそう。怖っ。いきなり？もうチャレンジしてるのかもしれない。チャレンジャーだね。チャレンジャー。クルーでも曲げたら。普通にやばいか。あでもそういうのって結構パン君の担当やったのにパン君やんなくなっちゃったもんな。ははは。エフ自爆みたいな。クルー時代の。まだ今行けないと。あのクルー時代思ってるよ。カバン警察。カバン警察。ここ当たっていいよ。あ、レフさん当たったって前。当たってるそこは。もう早い。結構石ダメージ。ちょっと待ってダメだぜ。俺が今めちゃめちゃ作ってるからな。はーい。ちょっといらっ、いらっ。なんすかちょっと、あいだ。え？なんで？俺白いってこと？はーい。美味しそうだっただけ。あ、そう。いける作っていい？最近ハマってんねんピッケル作って上行くの。で、トーテム作るのね。おもろいんだよ。おもろいんだ。うん。あんまりもう2個あっからよ。な、いいじゃねえか。どうしようかな。まあ、いっか。せっか。あれ？僕アップできてからね、見てないの。ね、右ルート行くの？あれ？ちょっと釘。これ右ルート？あのもう。じゃあ右ルートよー。はーい。え、なにこれアベレージ君運転してんの？アベさんっぽいっすね。うん、なんかね、僕今一瞬クソメタなんだけど、今一瞬ね、過去の右ルートを選択した時のアベレージ君の顔が思い浮かんだんだけど、大体傀儡だったんだよな。今日は右ルート4の時帰る。
クソクソメタルの。パンクに僕に指示されました。運転しますか。たまには。あ、ごめん、ごめん、見えてなかったわ。これはわざとじゃない。慣れちゃうから。ああ、行きます。これさ、一番右ルートで行くかな。オッケーピヨ。味変だ味変。ちょっと直してー。直します直します。今僕が当てたんでね。僕が責任持って。あ、タイヤなんだ。あれ両親運転してなかったでも。うん？それ知らないね。知らないか。うん。今日は右ルート用の後に僕が石炭2個入れてぶつけた。保険入っててよかったわ。今からでも入れる保険あるんですか。かけ捨てじゃないんですか。ないです。あっちゃん、あっちゃん、はい、はい、あげるよ。いいんですか。ご飯あるよ、うん、ありがとうございます。あっちゃん、なんか言うことあるんじゃない他に。この状況でサーベル渡すの白いってめちゃくちゃ白い渡っで、竹雄さんめちゃくちゃ白いよ。かなり白いっすよ。相当白いっすよ。いただきます。あ、どうぞ。いただきます。誰が死んだの。あっちゃん、影丸くん。なんでびっくりした。カテピー黒ね。なんだぞ。感謝すぎる。あのチャラオ。チャラオ。あれ、なんねえ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 、この血って何。あ、それね、ハッチャ殴ったやつ。あ、びっくりした。注射かと思ったわ。あ、確かに毒注射なるわな。はい、ご飯にじめできたよ。できたよ。え、3つあるんだけど、何個？密林じゃないですかね。そのまま運転してもらえれば。ご飯どうぞ。いいからな、俺。ありがとうございます。あ、じゃあ変わりますよ。何か、ちょっと、今のところ届けばいいの？なんか昔は爆弾で掴めてました。うわ、びっくりした。え、爆弾だる。え、爆弾だる。いや、俺いたよさっきまで。え、前だ、前。前なの。前だね、前。僕はね、今ね、リプさんと一緒にいたから絶対爆弾だる やれないし、樽もあるよ。これも無理よ、アルキッチンいたやつだ。いや、俺じゃないの、これ外来所。え、いや、俺じゃないかい。別の運転してもらって直しちゃいますね。はい、運転するよ。パンクの竹オッケー。はい。
ご飯あるよ。僕は後ろにいたね。あのボイラーのところにいた。海外が侵入したかな。いや、竹尾さんがあれじゃない？竹尾さんあれ、あのサーベル渡してるからそもそも白いと思うよ。まあそれもそうだね。いや待てよ。俺を足止めするためにサーベルを渡いやありえない。いやドツボに陥っている。そんなバカだ。パンクご飯いらない？あ食べたよ。もうマックス。これ伊豆さん、伊豆さんこれ渡しといていい？さすがにサーベルくれたら足止まるよな。2周作ってくれたんでさすがに大丈夫だと。まあ、うん、ウキジマあさってないからあさってもいいかも。はい、ドクスいっちゃうわ。はい、あっちゃんって着地だよね。そうです。待て全然あるじゃねえか。危ねえよ。危ねえ。全然ある。あっちゃん、あんま船から離れない方がいいんじゃない？僕、行くよ。アベレージ君と。はい。よいしょ。ああ、もう傀儡来てんじゃん。ここえ、ここガッツリ抜かれてる。うん、ないね。骸骨の骨だけない。これ、え、これって泳いでじゃなきゃいけない？ここ。あ、そう、泳いでいきます。抜かれてるわ。では傀儡ね、下に結構起きてるんですけど、そのまま捨てられてるかな。そう、ないね。あ、でもここの骸骨は立ってないわ。あ、襲われてない？気づいてなかった。うん、ね、絶対ね、この奥にね、なんか石塔でも建てられてるから、そこにありそう。どこだろう、トーテム。なーい。あ、あさられてる。うわ、絶対ある、絶対ある、絶対ある。あ、影って銃たれたら。うん、ないね、後ろは。サミー。ん？どうしたの？なんかね、影ピンいた。あ、いた？いた、いた、いた、いた。あ、絶対こっち来てるわ。これあの後ろに作ってる、この紹介の後ろ。オッケー。あげてー。おい。どう？多分僕ちょっと一回座るね。あー、来た来た来た。竹さん来た。あ、カジピもいる、カジピもいる。竹さん、あれでしょ、銃で撃たれちゃう。どうした漁師？ディレクター、ディレクター、ディレクター、おい。全然かけてる。僕バレてなかったんですか？バレてなかったよ。え、マジか、帰るのかった。そうだね。僕についてきて。ん？やばいやばい。よしよしよし。やばい、ダメダメ。竹下さん来ないで。よし。どうした？どうした？ゼル君。ごめん、竹下さん、トーテム壊してた。はい、ナイスナイス。単発外したゼル君。かわいそう。それマジきついわ。か
かわいそう。やば、トーテムね、2本しか立てなかった。でもうん、立て途中に僕らが来た感じ、よう生き残りなさい。ねびっくりした。そうね。体力どんぐらいですか？体力フル。フル。あ、よく飛んでる。あ、階段いるぞこれ。あ、いた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 、全部いた全部いた。いた？ただ右側から回ればいけると思う。オッケー、ユータが切ってるから殺せるぞ。待てー、なんでそんなついてくるんすか。いつもばっかり。待てー、やめてー、待てー待てー、全部外す。マジでなんでこんな当たんないの今日。お、ナイス、ナイス。マジで当たんない。竹尾さん、東大行きましょうか。あ、うん、バイバイ。寒いね、寒くて。あー、出るくー、そんな寒くて死んじゃう。寒さ死ぬ。東大行きましょう、急いで。今度ある？あります、あります。今あるんだけど、東大は逆にワークビンツがないんですけど、今度だけありますね。うん、どこ？あー、やばいやばい、体力が。急げー、体力がやばい。今度つけます、急いで。あー、ちょっとやばい、ダウンした。あ、ありがとう、ありがとう。あのね、あ、ワークベンチないんだ。ちょっとアヘッジにあったんだけどな。ワークベンチないんですよ。マジでそこだけ もったいないというか、なんというか。これ、あの、階段ところに罠仕掛けてきますね。うん、おい。警報代わりに。食事大丈夫？うん。よし。これやってたんで足元置いてます、ね。ありがとう。うめえ。あ、鍵あるよ。あ、了解。あ、じゃあ適当にまとめて渡してますね。あ、オッケー。はーい。あ、飯焼けるんだったら焼いちゃうか。うん。でここ罠あるんで。あれ？なんか罠来た。あった。ジンニク食った？まだ？ジンニク食べました。あ、あ、血肉食べてんだったら、この中のコンロのやつは血肉。あー、助かる。あ、助かる。あ、皆さん、日が昇ってきましたよ。ナイスナイス、いいね。いいなぁ。よし、あったかさもフルですか？あったかさフル。オッケーオッケー、じゃあ行こうか。ゼルク傀儡伝わってんのかな。うん、どうしよう。石炭あるかな。石炭だけ持ってってあげたいな。あ、ゼルク君の下に足でいいと思いますよ。ああ、なるほどね。うん、あれ遠征したらゼルク君ねえや。あ、ほらユニットしてたわ。当たってる？うん、当たってまーす。おい。もうね、ゼルクの死体なんもないで。おい。あ、タロさん、これ渡してきますね。タロ今僕2個あります。あ、そうなんだ。
これが木材とか持っちゃう。オッケー。僕スクラップ10持ってるから。1個くらいいらねえって。まあもう船直せるから、うん、めっちゃでかいですね。じゃあこれでじゃあ帰って船進めてあげるか。うん、そうだね。クマ、あ、ただいま。ただいま。おかえり。あのデルク君さ開けちゃった？開けてないよ。あ、開けてない。デルク回来です。あれ石炭あったらさ、あの渡してもらったら樽で持って帰っちゃうわ。はい、石炭2個あるよ。石炭ないよ。オッケー。あ、そこで最終日ですね。ここ多分ね、ポンプあってかな。戻ろっか、じゃあ僕ら。船の位置わかる？あ、わかるわかる。ついてきた。船進めまーす。あー、待って、なんかわかんない。どこだ？船、ちゃんと結構ね、突っ込んでない。ねえ、ちょっと高台横ぐらいにある。いらっしゃい。紹介がなんかすぐ目の前あったわ。オッケー。ねえ阿部くん石炭あるよ。あ、ごめん帰っちゃってるもん。オッケー、俺も帰るわじゃあ。よう。はい。あ、ねえ。こっちか。そんで。ん？どれ？本当に進んでねえ。石炭4あるよ。あ、よう。あら、意思は。ねえ、ドッペルはあるよね。それ誰？ペプチン。お、ナイス。石炭持って帰ってきた。はーい。多分ここ寝るよー。あ、よう。本当進んでなかったな。あ、じゃあさ、僕ちょっともう全部置いてくから、それでさ、行ってくんない？あのボイラーのとこに置いてくわ。了解。じゃあ阿部やってきますね。はい。あ、じゃあまあ戻ってまいりました。よう。これ町みたいなとこに寄せた方がいいの？そのまま行く。あ、左寄せイメージで運転するとめっちゃいいっす。食事ってある？なさそうだな。あ、横に置いときます。あ、ありがとう。入れます。来たんだら置いてきます。うん、ありがとう。これレプターあるよ。気をつけて。俺が運転する。何何？あれ？食事、はい、あれ？食事ないよ。どこだ？うん。うわあこれ見えなくなっちゃった。大体で行くね。うん。ちょい右まっすぐ。ご飯ある？結構あるんで直せます。即直するよ。今から作ります。あ、ありがとう。はい。これこれも木材ってあります？ある。木材ある。キッチンの中に置いとくよ。3枚。はい。ちょっとごめん。ありがとう。おはよう。まっすぐ進めればいいんだよね、ここ。まっすぐ大丈夫ですよ。はい。全部直ります。はい、了解。ありがとうございます。はい。ナイス。取り急ぎ、焼肉2個ぐ、2個ぐらいやったら渡す。ん？ 1 個だけやったら渡せる。はい。直ったよ。はい、よう。廊下に置いてます、焼肉。あ、ありがとう。いただきます。はい。7、10、寒さ大丈夫？寒さは大丈夫だけど危ない。これどうやったらボイ爆発止めれるのこれ？S キーで70キロ以下にしたらプシューってなって戻ります。ごめん直すよ。よう。廊下に置いて焼肉誰でも食べていいよ。ブレーキ効かない車運転する気分になっちゃう。お腹空いてきたかも。今二陣もボタン押してます。ナイス。燃料切れました。はい。あ、はい。今あの石炭で動かしちゃいます。あ、ナイス。大丈夫？これ見える？大丈夫？俺じゃあちょっと火事渡す、ね。ご飯できたから廊下に置いとく。ありがとう。いただきます。火事ご飯だよ。どうぞ。すいません。一番右入力しておきました。どうぞ。はい。あ、聞こうですね。はい、よろしくお願いします。あ、右です。右の階。右。おみぎゅうね。おみぎゅうです。おみぎゅう。一桁目と三桁目が分かんないかな。三桁目九です。あ、じゃあ一桁目どうだ。一桁目だけ。パン君足元に注射置いとくよ。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。それを俺がもらいます。ありがとうございます。連携プレイ。
っともらいます。これあの弾4つ置いときます。あ、やったー。はーい、ありがとうございます。注射もらいました。よし、釘置いといてよ。マスケ、あ、ごめん、言うの忘れた。マスケ開いてます。はい、ね、牢屋の中に鍵2個入れときます。はーい、了解。閉めとくね。30余ってますよ。30余ってるよ。30持ってる。30余ってますよ。大丈夫ですか。大丈夫です。弓があります。弓単純に変えなくていいですか。ほら僕は弓を信じています。じゃあね、じゃあ1個隠しちゃおう。これ残るからいっちゃっていいよ。そしたら、あ、ニトミスってる。分かった人。なんだって。あ、いいよ。俺ランタンとシチューあるから、俺マストいるわ。オッケー。あ、じゃあ行っちゃうね。シチュー3つ扉前に置いてるんで、誰か持って行ってください。あざー。1個もらいます。1個もらいます。あ、じゃあ伊豆さん、ワンドア閉めとくね、鍵。オッケー。あ、いや、ごめん、ツードア閉めるわ。ワンドア鍵開ける。オッケーオッケー。行きましょう。行きますか。で、右側罠かけちゃうね。あ、ゼルク君死んでるよ。あ、ゼルク君死んでる。あ、ゼルク君、さっきあの僕と竹尾さんで殺した。あ、これじゃあ、さっきの死体か。だと思う。なんだ。今死んだかと思った。アメリカンとき。あか、ミドルトップをね、こっち来たのか。それどこでいない。アグマラ当てた一発。大丈夫。こちらも鍵閉めていきます。外側当てた。あ、死んでる死んでる。ナイス。ナイス。死んだ。あとゼルクだけだ。あ、鍵か。ゼルクだけ。寒さ大丈夫みんな。結構寒いです。全然余裕。激寒。マジキャンプファイヤー作りたいっすね。うん、キャンパーね、確かに作りたい。木あれば石集めてるよ。木ない。木、石あります。ゴリゴリ寒いわ。先行くよ。うん、いい。今ここで殺して、そこに行ってほしい。これもう半分。え、いい。行く今、はい、行きましょう。で、お兄貴、これ、あの罠をパン君に任せるか、じゃあ。ナイス。いい。ナイス。あ、一応ね、クマがね、近すぎると波動やっちゃうから、なんか遠距離の方が結構いいですね。了解。屋内って下にないっけ。クマ、撃っていいですか。こっちに1個ある。あらららら。体力やばい人いる。大丈夫。大丈夫です。注射器あるからね。いるな。あ、ごめんごめんごめん、あったんだった。ごめんね。大丈夫大丈夫。罠をかけるね。ナイスナイスナイス。はい、あと一発。オッケーオッケー。うん、もう寒い寒い寒い。後ろに焚き火あるよ、後ろに焚き火あるよ。ナイス、ありがとうございます。僕体力一番あると思うんで先行っちゃいますね。はい、うん、これ今ホワイトアウト打ったんで。はい、弾一発余ってる人いない。今空なんだよね。でもう一回言って。弾一発でも余ってる人いたら一発もし。あ、一発あげる。一回目はハッちゃんと俺で帰り討ちにして、二回目はさっきなんか。あ、いた。それ俺の。いった。あ、罠。それ俺の。二回目はなんか一発マスキュー打たれた後、あの海に落ちたよね。ね。うん。うん。隠し隠し。ほい、寒いな。運ぼうぞ。もう運んでる。なんか確かにレプさんいつもなんか反響してるイメージある。最初の画面だけでしょ。良くなったでしょ。かなり良くなった。サミー、こうなってんだ。おお、てか最終日じゃん、何気に。ね。なんで今日この遅さ。まあ安倍たち応援してたら、人足りないか。
あ、ありがとう、滝君。助かる。あ、船だね。船行ってくるわ。うん、行ってらっしゃい。ゼルクが漁師です。はい。はい、竹を帰りました。多分乗っ取られてます。乗っ取られてる。あれ、あ、でも扉開いてんのか。あ、いる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 。はい、漁師やればいいの。うん、海兵。はいよ。海兵は格殺。はい、はい、漁師。ああ、もう逃げた。まあまあまあいいでしょ。あ、こっち来て待っていい。多分ゼルク君僕の方来るわ。オッケー、行って行きます。体力満タンなんで殴られても大丈夫。オッケー。めちゃくちゃ開いてるわ。じゃあオイラーつけるわ、とりあえず。はい、これ自爆しちゃうわ僕。オッケー。あ、オイラさんもいる。ちょっと俺外に物資探しに行ってくるね。はい。釘とかないかも。そうね、抜かれてるから。うん、無理に行くんですね。はい、わかりました。食べちゃん、なんか死体の中に物資ある自分の。銃とかあんまりないかな。オッケー。物資抜かれてるな。物資抜かれてる。あ、ほぼね。これは誰だ。木材がない。あれ、やべやべ。あ、オッケー、出せる。物資抜かれてる、船の中の。そんなの。オッケーオッケー。鍵、鍵ある。あの鍵ね。鍵ある、ある。入ってるから。入った。ありがとう。俺東大行ってくる。あ、よ。木ならあるんだけど、木がないよね。あ、木ある、木ある。木真ん中に置いとく。これマスケ燃やして進めるだけ進めるよ。そうね、いいね。あ、樽も入れるわ。はい。あ、待って、俺石炭4つ持って帰ってきてる。本当？直してからでいいと思う、入れるとしたら。あ、うん、今10キロしか出ない。簡単にアイテムある、簡単に。今ね、10キロしか出ないから入れない方向で。オッケー。簡単か。ワークベンチの上に直した釘が置いてあるんで、これでどんどん使ってください。ワークベンチ。次やります。あ、船直したらいけるもん。はい、スクラップ5。あ、じゃあ大丈夫。かえ、早くたり。早くだろ、1個分。ないや。絶対4つある。はい、4つある。もう入れて、運転しちゃっていいっすか。もう入れていいと思う。オッケー。あ、入れまーす。徐々に治る。はいよ、直ったく。はい。これで直るわ。え、まだ後ろにもあった。オッケー。はい。やべ、俺ダウンするかも。僕だけ。ごめん、ダウンする。どこだと。あぶね。僕、あれ、これ、もらってくれないですか。はい。オッケー、直す。あれ、転換できてない。あ、ゼルクが中にいるんだ。トラスの中に隠れてない。燃料取られたか。いない、いない。ゼルクいる、ゼルクいる。いたよ。やべえ。オッケー。ごめん、俺ダウンする。マスケ前進めよう。オッケー、俺も弓あるから。なに、あれ、チェッカーしていいよ。チェッカーしていい。盗まれてるからちょっとあるやつ入れるね。うん、全部入れよう。もうマスキも全部入れて、武器も全部入れちゃおう。で、俺今ダウンして寝てる。30秒後に起き上がる。僕11秒後に起き上がる。他の人は温めて、船。うん、船温めてほしい。うん、ありがとう。そしたらマスキ入れる。はい、全部入れちゃおう。オッケー。まだ1段階マイナスだから大丈夫だと思うよ。他の人は温まっておいてもらう。やっぱ大丈夫？早く大丈夫。まあもう大丈夫やと思う。バスケ入れます。あるもの全部入れるわ。はい、出るかも。出るよ。あ、オッケーオッケー。じゃあ他の人集まってもらって。いけそうだけど。お願いします。ダウンする、ダウンする。ダウンした、ごめん。よ、あ、もう物資ない、物資ないよ。出るないよ。オッケー、もう一回入れよう、もう一回入れよう。全部入れていい、全部入れていい。オッケーオッケー。木も入れるよ。はい、入れちゃおう。ありがとう。あ、もう寒さがあれやね。回復せんくなったから。
前カメラでギリギリやん。頑張れ。運転してる誰か。頑張れ頑張れ。いや今から着火。運転して誰かお願いします。誰か。タムさん頭から次行きます。うん。はい。頑張れ頑張れ。僕行きます。体力半分も行きます。残りあと3秒ぐらい。ナイス。危ねえナイス。危ねえ。ナイス。ギリギリだ。ジジイ。ナイスすぎー。ナイス。外で寂しくなりました。ニエンジン。めっちゃ。多分ゼレク君がボイラー室に隠れてて、レプさんとかエリタセクトを取ったんだと思う。それがちょっと不足だったな。タルも抜きましたね。なんかタルも着火してたの。いやなんか一人も抜きたと忘れてたから、こういけるぞと思って。いい試合だったね。いい試合でした。